ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。チャオ。ねえ、魔理沙。今日は何について紹介するの？今回は電車のヤバい人について紹介するぜ。たまにいるわよね、変な人。紹介される人は一体どれくらいヤバいのかしら。そうだな。この間、電車でよだれを垂らしつつ寝言を言って寝ていた霊夢とは比じゃないくらいだ。ちょっと何それ、起こしてよ。すまんな、知り合いだと思われたくなくて。それじゃあ、霊夢よりヤバい電車の人々を紹介していくぜ。私のことはもういいでしょ。最初に紹介するのは、根拠家おじさんだぜ。誰よそれ、名前長いわね。この人はネットではかなり有名だから聞いたことある人もいると思うぞ。彼を撮った動画もたくさん再生されているし、コラ画像も多く出回ってるな。そうなの？ちょっと調べてくるわ。調べてみたけど、もうネットのおもちゃとかしてるわね。このおじさんは東大医学部は頭が悪いと大声で叫ぶんだ。そして、乗客にうるさいと言われると本当だからだ。本当のことを言って何が悪いと応戦。このおじさんは東大医学部に恨みでもあるのかな。理由は不明だぜ。また、このおじさんは根拠おじさんとも呼ばれている。根拠が根拠に聞こえるからだな。根拠って聞いたことあるわね。某北の国の国家だな。そんな名前つけて怒られないかしら。次に紹介するのは、その心笑っているねおばさんだ。また長い名前ね。彼女は西武池袋線電車内で暴言を吐いている様子を撮影している動画が、ツイッターで拡散されたことを理由に一躍有名人となったぜ。どんな動画なの？ツイッターで拡散されるってことはよっぽどインパクトの強い動画に違いないわ。杖を振り上げ、大声でわめく姿や、電車内で暴言を吐き続ける姿が映っているぞ。あらまあ大暴れね。これはたくさんの人が拡散しそうだわ。ちなみに、どうしてその心笑っているねおばさんと呼ばれているの？大声で叫んでいる最中、笑ったね、その心笑ってるねという発言があったことで、その心笑っているねおばさんと呼ばれるようになったんだ。彼女、ワードセンスが光ってるわ。なるほど、その謎の名前はそこから来てるのね。そういえば、さっきこの人について調べたら2016年頃の話みたいだったわ。その後はどうしているの？そうだな、まず2016年の夏頃に逮捕されたらしい。え、なんで？杖で駅の事務室のガラスを割り、また駆けつけた警察官に対しても暴行を働いたことで、逮捕されたようだ。アグレッシブね。その後もたびたび目撃情報がツイッターなどに投稿されているぜ。一度ネットで有名人になってしまうと、その後も SNS で目撃情報を晒されてしまうって怖いわ。そうだな、だからこそ彼女を撮影した人に非難の声もある。ネットリテラシーについて今一度確認しておこう。次に紹介するのは電車でアゴマスク寝転び男だぜ。電車で寝転ぶ人って割といるじゃない？残念なことだけど。ああ、確かにそういう人の動画やら画像やらをたまに見るが、この人は大学、出身高校、本名などがネット上に出回ってるんだ。ええ、それは就職とかに大変な影響があるんじゃないの？そうだな、出回ってる情報では割と有名な大学のようだからもったいないな。一体何があったの？彼は電車でアゴマスクで寝転んだんだ。その後、駅員さんが注意をすると逆ギレし、駅員さんを撮影しようとしたぞ。逆ギレはたちが悪いわね。しかも、駅員さんを撮影しようとするだなんて。その様子が撮影され、TikTok に投稿、拡散された。彼は大学名の入った上着を着ていたため、そこで在籍大学も推測されてしまったんだ。よく大学名の入った服でこんな行動しようと思ったわね。今の時代すぐに晒されて特定されちゃうわ。大学のイメージを落として、他の学生にまで影響を与えてしまうな。ネット上では大学への批判もあったからな。大学には叱るべき対応をしてほしいけど、大学を批判するのは違うと思うわ。大学はマナーや一般常識を教える場ではないもの。そうだな、大学への電話などの迷惑行為は控えるようにしよう。次に紹介するのは、手を挟むおじいさんだ。手を挟むって何に？また、迷惑行為でもしたの？正解だぜ、霊夢。この人は名古屋市営地下鉄で、閉まろうとする電車のドアにわざと手を挟み、電車の発車を邪魔したんだ。一体何の意味があってそんなことしたのかしら。推測でしかないが、少しふらついてるから酔っ払っている可能性もあるな。他の人からしたらいい迷惑だわ。しかも、10回以上手を挟み、駅員さんや乗客に止められても続けるしつこさだぜ。手が出そうになるくらい腹が立つだろうな。私ならきっと手が出ていたわ。この様子を撮った動画はツイッターに投稿され、拡散された。新聞社が記事にするくらい話題性があったようだな。今は YouTube で見ることができるぞ。次に紹介するのは、顔をドアに挟んだ JK だ。
さっきと似たような話っぽいわね。今度は顔を電車のドアに挟んだの？正解だぜ、霊夢。さっき紹介した人は手を挟んだが、今紹介する人は顔を挟んだぞ。どっちも嫌だけど、衛生面が良くなさそうで顔はもっと嫌ね、バッチーは。それに、顔を電車のドアに挟むって一体どんな状況？説明しよう。女子高生3人が電車の開閉ボタンをいたずらに押し、わざと顔や体を挟み遊んでいたんだ。舌を出しながら挟まったり、後ろ向きに挟まったりしていたぞ。それって何が面白いのかしら？身内だと面白いってやつなのかもな。まあ、私には理解できないが。それにボタンでドアを開けれる電車って好きな時に開閉できて便利なのに、そんな使い方されると迷惑だわ。そうだな、だからこそ、この様子を撮影した動画は炎上した。当然ね。ちなみに誰がその動画を撮影していたの？居合わせた人？いや、本人たちが自ら撮影し、自ら TikTok にアップしていたぜ。え？なんでそんな自爆をするの？炎上するって予想ができないのかしら？できないから炎上したんだろうな。この動画は Twitter でも拡散され、炎上した。そして瞬く間に彼女たちの学校、名前、Instagram、TikTok アカウント、などが特定されたぜ。動画は削除され、インスタは非公開になっている。それでも、ネット上に一度出回ったものは消えないがな。いわゆるデジタルタブーってやつね。一生消えないし、就職にも悪影響を及ぼしそう。やっぱり、ネットって怖いわ。SNS にアップする前にはよく考えないとね。次に紹介するのは、トイレにスマホを落としちゃった人だぜ。トイレにスマホを落とすのはかわいそうだけど、それくらいで紹介するの？そんなわけないだろ。この人はトイレにスマホを落として大騒ぎをしたんだ。駅員さんがスマホを落として落胆しているらしい彼に話しかけると、彼は突然そんなやだよと言い、床に這いつくばった。そしてあーあーあーと大絶叫したぜ。これはすごい大暴れね。さらに足を踏み鳴らして、スマホを落としたことへの気持ちを爆発させていたぜ。また、電車内を早歩きで歩き回ったり、電車のトイレに閉じこもっていたぞ。あ、ちなみに彼の動画は YouTube などで見れるが、音量に注意だぜ。そんなに大声なのね。よっぽど大事なデータがスマホに入っていたのかもしれないわね。そうだな。叫んでいる時に絶対に諦めないと言っていたから、よっぽど大事だったのかもな。ここまでは感情を出したりしないけど、スマホを落とすのって日常生活に支障をきたす。大変な事態だもの。彼の気持ちも少しはわかるわ。しかも、この電車のトイレは大きな穴が開いているだけの古いタイプのものらしい。つまり落としたら、ちょっと動画じゃ言えないような状態になるぜ。そんなヤバいところに落としたの？それは駅員さんじゃどうしようもないし、もう取り出せないかもね。それに取り出せても、まみれてるでしょうね。こら、せっかく濁したのに言うな。お食事中の方がいたらごめんね。まあ、そんなところに落としたら私も発狂するかも。でも乗客の人は驚いたでしょうね。ああ、乗客は彼が叫び出すと彼から離れた位置に移動していたぜ。スマホを落としたのはかわいそうだけど、他人を怖がらせるようなことは、しないようにしてもらいたいわね。さて次に紹介するのは、駆け込み傘男だぜ。それはどんな人？いよいよ電車が出発という時に彼は急ぎながらやってきて、閉まっていくドアに傘を差し込み、無理やり乗車しようとしたんだ。危ないわね。ツイッターにこの様子を撮影したものが投稿され、バズっていたぜ。電車の中と外どちらからも撮影された様子を見ることができるぞ。中からの画像を見るとドアに傘がぶっ刺さっている様子がよくわかるわ。人に刺さりそうで危険極まりないわね。そうだな、もしこの近くに子供がいたらと思うとゾッとするな。確かに、子供の背の高さだと目に刺さる可能性があるわ。本当にやめてほしいわね。ちなみに傘が挟まった後、電車はどうなったの？傘が挟まった後、電車は少しだけ動いたがすぐに停止したようだ。電車のダイヤが狂っちゃうわね。いろんな人に迷惑をかける、自分のことしか考えていない行動だわ。良い子のみんなも悪い子のみんなも、傘を挟むのはもちろん、駆け込み乗車はやめような。次に紹介するのは、小田急の悟空おばあさんだ。悟空？ちょっとよくわからないから、説明よろしく。彼女の電車で暴言を吐きながら、電車のドアを蹴る動画がツイッターに投稿され、大きな話題を呼んだぜ。おばあさんなのよね？パワフルだわ。その動画で彼女は叩き殺してやるやガキのくせに生意気な顔しやがってなどの、かなり過激な発言をしながら、電車のドアを蹴ったり、ジャンプしたりしていたぞ。ジャンプしている画像、躍動感に溢れているわね。また、あのクソ駅員ぶっ殺してやるからなとも言っていたから、駅員さんと何かトラブルがあったのかもしれないな。私はそんな迷惑行為しないから、その体力を私に分けてほしいわ。
あ、そういえば悟空と何の関係があるの？彼女の声がドラゴンボールの悟空に似ていると言われているんだ。そう言われれば確かに。そのため、ドラゴンボールの曲をつけた動画などが多数アップされているぜ。YouTube にも動画が上がっているから、気になる人は見てみるのがいいかもな。アニメの悟空に声を合わせている人もいたぜ。完全にネットのおもちゃとかしているわね。曲をつけると本当にそっくりだったぞ。へぇ、気になるわねー、後で見てみるわ。ちなみに彼女はドラゴンボールに関連してババアダックやたった一人の最終決戦おばさんとも、呼ばれているぜ。なんか名前はかっこいいわね。さて、今回は電車のヤバい人たちを紹介したが、どうだった霊夢？そうねー、世の中にはいろんな人がいるんだなって思ったわ。あと、実際に遭遇するのが怖くて、ちょっと電車に乗るのが恐ろしくなったわね。いや、霊夢は家から出ないから心配ないと思うぞ。そうだったわ、私1ヶ月くらい外出していなかったわ。なら安心、安心。それで安心していいのかどうかわからないが、霊夢が1ヶ月外出していないことが、わかったところで、今回は動画を締めようか。それじゃあ、今回はこの辺で終わるぜ。ということでありがとうございました。